今回はアーキャドで平面図をきれいにしていく工程をご紹介します。イラストレーターでは煩雑になってしまう作業もアーキャド上では楽に起こらないことがあります。なので今回の内容を踏まえて作業効率化を図りましょう。この動画はアーキテックが運営するビーバーメディアの記事を動画化したものです。様々な建築系ソフトのテクニックや建築学生の生活に役立つ知識を紹介しているので、ぜひ覗いてみてくださいね。メディアサイトへのリンクは動画の概要欄から。まずは平面図を DWG として書き出します。ファイルの名前をつけて保存から、ファイルの種類を DWG として保存します。あらかじめ保存したファイルがこちらになります。このファイルを ArchCAD のデータとして開きます。まずはじめにインポートするレイヤーを選択します。後からレイヤーを非表示にすることもできるので、はじめはすべて選択してインポートしましょう。するとこのように平面図をインポートすることができました。現状ではこのようにスラブ部分が元々の平面図と比べて黒くなっています。これは元の平面図のスラブがこのように平面図表記上で表面塗りつぶしが適用されているためです。なのであらかじめこの塗りつぶしを 0% にしておくことで、こちらの DWG 上で黒になることを抑えることができます。また黒色になってしまった場合もスラブを直接選択してこのように削除するなどして黒色を排除することも可能です。またもう一つの方法として、はじめにコントロール A で全てのオブジェクトを選択します。そしてコントロールシフト G でオブジェクトのグループ化を解除します。その後こちらの塗りつぶしツールを選択した上で、もう一度コントロール A を押すと全ての塗りつぶしが選択されます。この状態で削除を押すとこのように塗りつぶしを削除することができます。また先ほどのグループ化の解除に関してですが、解除をしていなかった場合、例えばこちらの壁部分を選択すると今はこのように1本の線で選択されますが、もしグループ化解除をする前だとこちらの壁を選択するとこのように壁オブジェクトとして選択されます。このように壁で選択してしまった場合、行える操作は移動、回転、そして拡大縮小のみになります。なのであらかじめグループ化を解除することによってこのように線として編集をすることができるようになります。またオブジェクトによっては、例えばこちらの通り芯などは選択するとまだグループ化がなされた状態になっています。このように階層的にグループ化がなされている場合は、もう一度コントロールシフト G を使ってグループ化を解除することによってこのように円部分だけを選択することができるようになります。またアーキャド上での便利な特性として、例えば図面のこのように飛び出てしまった部分、ここに対してコントロールボタンを押しながらクリックすることによってこのように飛び出た部分をトリムすることができます。これらの機能を使って大型の図面の処理が終わったら、もう一度こちら上書き保存をすることによって整理されたデータをイラストレーターに持っていくことができます。また DWG として保存した場合、レイヤーの情報が保存されるためイラストレーター上でも編集が容易になります。いかがでしたでしょうか。 ArchCAD とイラストレーターの特徴を理解して適度に使い分けられるといいですね。今回の動画の内容がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また今回の内容についてはメディアサイトの方でも記事がアップされているので、概要欄のリンクから合わせてご覧ください。それでは。